防具付き空手、防具付き空手は空手の競技形式の一つ。防具付け空手、防具空手、防具付け試合、防具付け組手とも言う。また、防具付き空手のうち、技が決まっても止めがかかるまでに時間を取り、その間決まった連続技も加算する加点方式を採用するものを公式空手という。 防具付き空手の一種が公式空手であり、防具付き空手イコール公式空手ではない。防具付き空手とは、空手道における組手の稽古及び競技を防具を着用して直接打撃で行うものを言う。いわゆる講義のフルコンタクト空手であるが、そもそも防具付き空手とは、連舞会や連神館などの伝統派空手の一部が、 長年かけて、ルールと防具を改良し完成させたものであるので、それらの団体は、伝統派空手にも分類される。空手の競技ルールとしては、寸止めやフルコンタクトルールよりも歴史は長く、空手開発の全国空手道選手権大会も、防具付きルールで行われていた。しかし、寸止めが主流になった現在では、多数の連盟や会派に細分化されている。なお、 日本憲法、日憲は、防具をつける点など、競技形式の類似から防具付き空手と、しばし混同されるが、創始者が柔道家であり、空手の組手競技とは異なった、成立過程であるので、ここでは含めない。九百二十二年、大正十一年、船越義一員が、第一回体育博覧会出席を機に上京して、空手の指導を始めると、本土では若者、 学生を中心に形稽古中心の沖縄空手とは異なり、約束組手の創作や組手試合の実現が試みられるようになった。昭和2年、1927年、東京帝国大学の当主研究会が独自に防具付き空手を考案し、空手の試合を行うようになった。これを主導したのは、某、秀夫、後の和道会会長、大蔵大臣らであったが、 当時この師範であった船越は激怒し、昭和4年、1929年東大師範を辞任する事態にまで発展した。なお、船越が空手の試合化を否定した動機は不明だが、初期の皇帝であった大塚博則、和道流や小西安弘、新東自然流によると、船越は当初15の方を持参して上京したが、組手はほとんど知らなかったという。他にも、 本土では、本部浅本、マブニ県は、沢山隆司会、勝山口豪言、津吉重流等が独自に防具付き空手を研究していたが、制度として定着するまでには至らなかった。また、沖縄では、ヤブのリミチが防具を使った組手稽古を沖縄県師範学校で始めた。いずれにしろ、戦前の空手家が目指したのは、すで、無防具によるフルコンタクト形式ではなく、 防具着用による直接打撃性空手であった。やがて、藩武士官、養精官、連身官など、空手を防具付きで競技化する団体が誕生し始めた。藩武士官は、都須、安常の直系を辞任する東山博志県の皇帝たちにより、GHQ による武道禁止令の監視を逃れる目的で、因朝日日の絵を官長として設立された。 無流派主義の道場であり、組手に剣道の防具を使って防具付き空手を行った。武道禁止令が緩和されると、半竹士官は、連武官に解消し、昭和29年に、空手開催初の全国大会である全国空手道選手権大会を開催した。この、半竹士官や連武官の防具付き空手を主導したのは、戦後の空手言論会をリードした、金城博士。 当時、半竹士官副官長であった。また、日本の空手界を防具付き空手によって統一することを志した、豪華の際長道による支援があったことも、防具付き空手の普及を後押しした。半竹士官には、大山マスもよく顔を出して薪わらなどをついていたが、この時、大戦は、防具付き空手にあまり関心を示さなかったと言われる。 昭和34年5月には、連武館を中心として全日本空手道連名、旧が成立。流派を超えた空手の統一組織として結成され、総本部を遠山博志県の修道館に置き、会長に、蔡長道、副会長、小西康広、新東自然流、金城博志、半武士館、顧問に、大塚広則、和道流、山田達夫、日本憲法九州道、 義馬新勤、小東官流、理事に、保有、少林自由連進館など、当時の空手会重鎮多数が就任。同年同月の同連盟主催の、第5回全日本空手道選手権大会には、連進館や戦闘会も出場した。全日本空手道連盟、旧が成立したものの、当時の防具はまだ危険度も高く、安全性の高い寸止め空手が中大連。 交代連に浸透したこともあり、小東寛流、和道流、片原流、伊藤流の四大流派と諸派が中心となった新たに、全日本から手道連盟が、昭和三十九年に成立、昭和四十四年には、法人の認可を取得して、財団法人全日本から手道連盟となる。それまでの全日本から手道連盟、旧は、日本から手道連部会として、全空連の協力団体となった。 その前年には、寸止めから手各派との対応をめぐり、全日本から手道連盟、旧の西日本地区で内部分裂が発生。連心艦の保有が、西日本の分裂した各派をまとめ、西日本から手道連盟を結成し、会長となる。以降、防具付けから手会は東日本は、連部会、西日本は、連心艦を中心に発展していくこととなる。 連心館は1968年、昭和43年10月に国民体育大会への参加を目指して、群馬県前橋市で開催された第1回全国都道府県空手道選手権大会において防具付きの部で優勝、鹿児島県チーム、無防具の部で準優勝、同チームをして、以降は全空連を脱退し、流派との交流を断絶している。 寸止め空手の財団法人、全日本空手道連盟が結成された後、連部会は、全空連との申し合わせ事項により、全国大会を6年間中止している。これにより、防具付き空手の発展は、大きな弊害を受けるも、この間、鹿児島で、連進官が、第1回少林寺流全国、空手道選手権大会を開催したことや、全日本精神会が、 全空連から脱退の上で防具付き空を開始したことなど、防具付き空手の普及は継続していた。昭和46年に連部会は全国大会を再開するも、昭和50年代に入ると、連部会内部において防具に鉄面の空手クターを採用し、一撃必殺を標榜することへのアンチテーゼの動きが生まれ始めた。やがて昭和53年に、 久高正幸が新防具のスーパーセーフを開発すると、この防具を採用した打撃必ず当的な、加点方式の日本公式空手道協会が誕生。これに、連武館東京と本部道場も参画。連武会は、同時期に、防具改良組織委員会により、ストロングマンを開発し防具に採用するが、結局防具付き空手会は、一撃必殺の連武会と、 大撃必ず等の公式種に大きく分岐することとなった。1991年、平成3年、全日本公式区主導連盟は中村派、現在は千葉派と久高派に分裂する。また、同年より、連部会の全国大会が全日本、防具付けから手動選手権大会から、全国防具付けから手動選手権大会解消され、戦闘会が、 協力団体から外れ独自路線を歩み始める同場単位での参加は現在でも稀にある。また、平成12年以降、国際防具付けから手動連盟、全日本格と打撃連盟、日本防具空手道連盟、全国防具空手道連盟など新団体が相次いで発足、各団体はそれぞれ異なるルールを採用したため、防具付きから手会は、 ルールの多様化と団体の細分化が行する。しかし、2001年、平成13年に、国民体育大会のデモンストレーション競技として、防具付き空手道競技が実施された。宮城県防具付か空手道連盟の主観で開催され、全日本空手道連盟連舞会及び、全日本公式空手道連盟千葉派の選手が参加した。また、2003年、 平成15年に第1回黒川海空主導選手権交流大会2006年平成18年に日本防具空手道連盟主催の座談会が開催されるなど団体間の交流は盛んとなりつつあり選手も防具付き空手の複数のルールをこなすことが多くなっている全空連の寸止め実践空手グローブ空手との交流を進める団体も増えつつある 2015年、平成27年には、東日本大震災復興記念全日本、防具付けから手道選手権大会を、連舞会の宮城県防具付けから手道連盟を主幹と、し、全日本から手道連盟連舞会、NPO 法人世界公式空手道連盟、国際戦闘流から手道連盟、全日本小闘流から手道連盟、 富士高いなど複数の防具付き空手団体が協賛して開催された。戦後 GHQ による武道禁止令の中、防具付き空手道を開始した半武主館を前進とし、1954年昭和29年に空手会で最初の全国大会を実施した団体で東京都新宿区に本部事務局を置く。 かつての東山宏志県の修道館を総本部とした旧全日本空手道連盟であるが、寸止め空手ルールによる全日本空手道連盟発足後、現在の名称となり、全空連の協力団体となった。よって、全空連内では、会派団体としての形式だが、防具付き空手に賛同した伝統派の諸派による連盟であり、参加には、連部会直系の県連盟や県本部と、 全日本小刀流空手道連盟、藤田会、日本、空手道修練会、日本空手道輝き本会などの諸派の会派団体が、並立する形で存在する。また、直系の道場についても、東山宏志県の無流派主義を受け継いでいるため派名は、名乗っていない。組手競技は全日本防具付けから手道競技規定に、基づき、月、蹴り、内ともに、 技あり二つで一本勝ちとなるが、当たりの判定が防具付き空手の中で最も厳しく、相当な威力と正確さが求められる。攻撃の際の形も重視され、技の極めの後には引きを必要とする。足払いは旧式防具、空テクターの時代は禁止されていたが、攻撃につなげる目的でのみ解禁されている。現在はストロングマンという面、銅、グローブからなる。 連部開始低ボールを使用する。グローブはパッドの位置に改良が重ねられ、フィット感が高いものであるが、足サポーターは着用できない。小学生、中学生、女子は着用が可能。毎年9月に東京武道館で全国防具付け空手道選手権大会を主催しているほか、公認大会として全東北北海道防具付け空手道選手権大会。 関東防具付から手道選手権大会、西日本防具付から手道選手権大会、各都道府県大会が開催されている。詳しくは全日本から手道連盟連部会の高三賞。1981年、昭和56年、連部館東京本部や、拳業館、日本西部館、強し部館を中心に、連部会から分かれて作られたのが、公式空手である。 歴史を参照。現在分裂状態にある公式空手のうち、強し武官の千葉健二郎を中心とした連盟を千葉派と呼ぶ。防具はスーパー政府 K プロテクターを着用する。スーパー政府系を採用する防具付き空手の団体の中では一番判定が厳しく強打しかポイントにならない。ただし、ストロングマンを採用する連部会に比べると判定はゆりいと言える。 また、技が決まっても、止めがかかるまでに時間を取り、その間決まった連続技も加算される、加点方式を採用しているのが特徴である。毎年夏季に、東京の代々木第に体育館で、体重別の全日本公式空手動選手権大会を、冬に愛知県で、体重無差別の全国選抜優勝大会を開催している。 ルールは、上段蹴り2ポイント、その他1ポイントで5ポイント差で勝ちとなる。また、周期に、参加団体の全日本号柔流から手道連盟が、全日本号柔流から手道選手権大会を、宮城県総合運動公園総合体育館を、催している。詳しくは全日本公式区主導連盟千葉派の、高参賞。1981年、昭和56年。 レ部ブ東京本部や、拳業館、日本西部館、強支部館を中心に、レ部会から分かれて作られたのが、公式空手である歴史を参照。現在分裂状態にある公式空手のうち、拳業館の久高雅之を中心とした連盟を、久高派と呼ぶ。千葉派と異なり、国内の参加団体は、拳業館の支部で、 ほぼ一流一派の単独会派となっているが、国外では、空手以外の道場も積極的に受け入れている。この連盟の上部団体として、世界公式空手道連盟、ジュニアの団体として全日本ジュニア、公式空手道連盟があるが、ほぼ同一の組織となっている。ルールは、連続して三本以上の技が入り、相手が反撃できなかった場合は一本勝ちとなるが、 基本的には2分間試合をし、最終的なポイントによって勝敗が決まる。突き技、打ち技は1ポイント、蹴り技は2ポイントになる。また、技が決まっても、止めがかかるまでに時間を取り、その間決まった連続技も加算されるのが特徴である。なお、当たりの判定は千葉杯よりもゆりただし、大会は、一般男子は、拳サポーター。 足サポーターの使用は禁止され、すげす足で試合は行われる。詳しくは全日本公式区主導連盟久高派の高三賞。鹿児島県日置市に総本山、鹿児島市に総本部を置く小林寺流連進館の空手団体で、初代総家保有が1955年、昭和30年11月8日に設立。現在は、 ホイワを二代目総家とする防具付きの一流一派の会派としては、国内最大規模の団体で、総本山が所在する鹿児島県をはじめとして、北海道から九州、沖縄県までのエリアを中心として国内外に、約1000支部の規模を持ち、アメリカ合衆国、イギリス、プエルトリコ、中華民国、フィリピン、フィンランド、インド、ロシア連邦等の諸外国にも多数の支部を持つ。 元々全日本空手道連盟に加盟していたが、現在の寸止め空手が主流である、財団法人全日本空手道連盟の発足以降は、他流派との交流を絶した。組手競技と型競技が行われ、組手競技は16歳未満及び有段者でないものは禁止。ルールは、連部会と同じく強打の技あり二つ選手で一本勝ちであるが、組手スタイルが開派を通じて、 蹴り技に特化していて、遠心力を利用した回転に、飛び技を多用するのが特徴となっており、現在も古いタイプの鉄面のボールを用いる。なお、練心官初代総家、保有が、組手技として後ろ回し蹴り、逆風速投蹴り、螺旋手型の打ち、バックハンドブロー等を編み出し、空手道に初めて導入した流派である。1967年。 昭和42年8月から毎年夏に少林寺流連心館全国大会を開催。2005年平成17年7月から少林寺流連心館国際親善大会を開催。詳しくは少林寺流空手道連心館の交差運熊本県熊本市に総本部養成館を置く団体で1946年昭和21年設立。 シトセ直を宗家とする千刀流の一流一派の会派団体で、カナダのナショナルカラケアソシエーションの前身を作った団体である。なお、千刀流とは、首里で、那覇首の王や、荒垣岩明師範、東、女広史良師範、紀安智則師範、本部長、イサム師範、 一年サブロー師範などに支持した海祖の千歳協直が医学的知識を加味して独自の形として作り上げたものである。かつては、レ武会の全国防具付けから手道選手権大会の協力団体であったが、現在は独自に大会を開催し、組手ルールは月蹴りともに一本を三つで勝ちとなる。寸止めに近い強度でも斬新の正確さでポイントになり、 当たり強度よりも型重視のルールとなっている。3年に一度、全日本空手同選手権大会を開催し、その翌年に総気配国際空手同選手権大会を催している。南郷嗣政を中心に、連部会の一部と千葉大学や埼玉大学の空手部によって設立された団体。大学空手部への普及に力を入れ、防具付き空手界では加盟している大学空手部数が、 最も多い。南郷嗣政の著書、武道の理論を、会派内での空手の基本理論としているが、これについては、会派内外で、賛否両論ある。防具は、レ武界でかつて用いられていた空手クターを、現在も使用。競技ルールも技あり二つ選手であるが、空手の試合ルールとしては珍しく、上段への蹴り技を禁止していることが特徴となっている。詳しくは、 日本武道空手電話会の高参賞、東京都防具付け空手道連盟、埼玉県防具付け空手道連盟を中心に1999年、平成11年に、連武会から独立して結成された団体。防具は、ストロングマン、スーパーセーフなど市販されている、面の大半の木が可能である。連部会と違い足サポーターも着用できる。当初は、 連ン会ルールを踏襲し技あり二つで一本勝ちとしていたが、二千八年、平成二十年に技ありに満たない軽い打撃も、有効と技有二点、有効一点の四点で勝ちのルールに変更された。日本を本部として、アメリカ、カナダ、メキシコ、台湾、中国、フランス、スリランカ、ニカラグア、ネパール、コスタリカ他に加盟道場があり、東京、台北、 カルガリーなどで国際防具付け空手道選手権大会を不定期に開催している。また、オープン戦関東防具付け空手道選手権大会には全日本公式空手道連盟、千葉派の関東圏の道場が多く出場している。平成初期に全日本公式空手道連盟から独立し、空手とテコンドーを融合させた団体。もともとは和紙会、イーグル会を中心とし、 財団法人、投稿協会の参加にあったか、2006年、平成18年の内部分裂により、投稿協会を離脱した。現在は、愛知憲法連盟を中心とし、毎年夏に、大阪で全日本大会を開催。当たりの判定は有利。2003年、平成15年、全日本公式空手主導連盟、千葉派の事務局次長であった上杉会館の上杉。 勝美を中心に国体やアジア大会に防具空手部門を参加させることを目的として設立した団体。2008年、平成20年、特定非営利活動法人日本防具空手道連盟として内閣府の認証を受ける。大会ルールは上段蹴り3ポイント、中段蹴り2ポイント、月1ポイントの8ポイント差で勝ちの全空連に順位をしたルールを採用。 安全性に配慮し、比較的軽い打撃でもポイントになるのが特徴である。2006年、平成18年に全日本セーフティー、空手道連盟が内部分裂を起こし、日本防具空手道連盟の加盟団体の一部が、同連盟の神奈川県連盟、北海道連盟の大半と東京都連盟の一部、これに合流て設立した団体。当初は、財団法人、 投稿協会の組織下にあり、名称も全日本防具空手道連盟であったが、平成19年名称を全国防具空手道連盟に変更し、投稿協会から離れる。大会ルールは、上段蹴り3ポイント、中段蹴り2ポイント、月1ポイントの7ポイント差で勝ちの全空連に順用したルールを採用。安全性に配慮し、比較的軽い打撃でもポイントになるのが特徴であ、 北海道札幌市に総本部清新館を置く団体で1986年昭和61年設立単一会派団体で当初日本防具空主導連盟全国防具空主導連盟に加盟していたが現在はどこにも加盟せず単独路線を歩んでいる昭和62年より毎年清新会大会を開催しており 技あり二つで一本勝ちとなる一本勝負ルールを採用。少年部においては有効を入れて4ポイント制を採用している。2002年、平成14年に設立された全日本格闘打撃連盟が2013年12月に発展的に解消され、2014年、平成26年5月に発足した団体。会長は実践空手導。 イサム・マコト会の白鳥富夫副会長は日本連部官流から手道東京連部官の浅香、広行。ルールは複数あり、全日本大会では公式空手に近いプロテクトルールを、オルタナティブ大会には実戦空手と言われるリアルプロテクトルールを開催。その他、全日本格闘打撃連盟の時代にはグローブ空手ルールでも大会を開催していた。プロテクトルールは、 冗談蹴り2ポイント、その他1ポイントの4ポイント先取りルールを採用。リアルプロテクトルールは、中学生以下は4ポイント先取り、一般は、技あり2つで一本勝ちとなり相当な威力が求められる。ただし、背刀、手刀、手の平底などの伝統的空主義は、正確に極まれば軽くても、ポイントとなる。なお読みは、各と打撃とされがちであるが、とは、 当の当て字であり、正式には格闘打撃である。実際、ロゴにも格闘打撃と記されている。少林寺流連心館から少林流の空手団体として独立。元連心館関西連合会会長であった岡田敏郎を総家とする。関東と関西を中心に支部を展開。光月延心流古武道として、古武道、中国憲法、古神術。 柔術なども稽古している。独立会派であるが、日本防具空手道連盟、全日本各度打撃連盟、全国防具空手道連盟、全日本セーフティーカラテ道連盟、全日本公式空手道連盟、下派全日本キックボクシング連盟などにも加盟し、出場している。毎年夏に、決心会全国空手道選手権大会を開催し、会場は、 大阪と川崎で各年で行われている。昭和49年、1974年、田中健生を創始者として、東海から関西圏の松林寺流連進館、強吉重流、伊藤流、和道流などの道場が集って結成された連盟で、現在は山川健生が二代目会長を務める。防具はもともとカラテクターを使っていたが、現在は、 様々なプラスチック製の面の使用を認めている。昭和50年、1975年7月より全国大会を開始。関西、東海を拠点とする独立会派であるが、各道場は関西地区で西日本防具付けから手道連盟、東海地区で愛知県防具付けから手道連盟に加盟し、全日本から手道連盟連部会とは交流がある。 1983年に、龍泉龍、鹿児島、筑前塾、福岡、玄龍館、宮崎、同期県会、長崎によって発足した団体。毎年青少年連成大会を九州で開催している。細分化が進行した防具付き空手会では、統一を望む声も少なくないが、空手の戦い方として、 違う考え方から異なるルールをそれぞれが提唱しているため思想とルールを共有した上で統括団体を構築することは現実的に難しい。しかし、会派間の交流が全くないかといえばそうではない。2001年平成13年新世紀宮城国体のデモンストレーション協議として防具付け空手部門が連部会の協力のもと実施され、 公式から手からも選手が多く参戦した。また2006年、平成18年に非暴連の呼びかけで、防具付け団体の座談会が行われ、防具付き空手系の旧団体が集まり、意見交換が行われた。そして2回目の座談会が、月間空手道主催で開催され、連盟、団体の垣根を越えた防具付き団体の少年部の交流大会である、月間空手導杯が、 平成18年、平成19年と毎年夏に開催された、ただし平成2年以降は開催されていない。このようにタルー派、高い派の大会に参加することは年々盛んになりつつあり、選手も単一のルールだけでなく複数のルールをこなすことが多くなっている。寸止めでも防具、面包を用いることがあるが、防具付きカラっでは実際に当てるために、 絶対に壊れず、衝撃を脳に与えないものでなければならない。連盟や大会により使用できる防具が異なる。また、テコンドーの銅の着用を許可する大会もある。以下に主なものを記す。1954年に完成した防具で、空手開発の全国大会である、全国空手道選手権大会に使用された。現在でも、現和会の指定防具となっている。 剣道の防具を参考に、空手用に作られたもので、布、革を主素材としている。安全性にかけ、群れ等、不衛生、重く動きにくい、デザインが古い、価格が高いなど問題点が多かった。連部会の指定防具。製造、販売は、山人物産株式会社の特需本部が行う。剣道の防具カラテクター、ストロングマン Q を引き継ぐものであり、 見た目も、剣道の防具にやや似ている。カラテクターの問題を克服することを目的として、開発され、昭和56年の第20回全国大会より、ストロングマン Q が採用された。しかしストロングマン Q はフィット感が悪いほか、後頭部のクッションが薄いため転倒後頭部強打の場合は危険であり、死亡事故が過去起こるなど問題を残した。実際に現在、 旧型を使用している選手のほとんどが、後頭部や顎の部分にタオルを挟むなどしている。平成16年にストロングマン、芯が開発され、後頭部のクッション性、通気性、フィット感、視界の狭さはだいぶ改善されたが、重量などが解消されていない点などで、賛否両論がある。特徴としては、視界の部分に鉄を使用しており、強打でも壊れない点が挙げられる。ただし、 重さから強打を受けた、サイの首へのダメージが残るという意見もある。また、スーパーセーフより視界が狭い。鉄面であるため日頃から、足甲部や拳を鍛えていないと当てた際に怪我をする、恐れがある。また銅は、平成19年に、新型が発売され、それまで、剣道の防具のようについていたシデ体がなくなったほか、蛇腹式を採用し、 フィット感が向上したものの破損する事例が発生したため一枚版のものに戻された。公式空手、防具空手をはじめ多くの団体で広く採用されている顔面防具である。スーパーセーフは金魚バチメットとも言われるようにキックボクシングのヘッドガードに丸い透明プラスチック顔面部分に加えたような形状をしている。公式空手、防具空手以外でも フルコンタクト団体の全日本空洞、連盟大道塾の北斗機をはじめ隠し大会で採用されており、2007年まで頑丈であるが、稀に割れる。視界は広く、軽くて怪我も少ないが、プラスチック部分が曇りやすい。また、衝撃は、ストロングマンより吸収できるものの、前面に突き出しているため、シラフと比べて、前が遠く、フック系の子の動きでは首へのダメージが大きくなる。 類似品に K プロテクター、シールド面がある。K プロテクターはマーシャルワールドが販売しており、スーパーセーフに比べて視界が断然広く、ダメージの吸収が大きく、頭部への衝撃を緩和している。ただし、スーパーセーフ、5 0 0ムより重いため、7 5 0ム、衝撃を突き抜けた場合の首へのダメージが大きい。シールド面、 JPKF 面は東洋武道具が販売しており、全国防具空主導連盟の指定防具なっている。スーパーセーフ16,800円、K プロテクター15,540円に比べて値段が安く13,650円。また、全車2つが紐で後を縛るのに対して、シールド面はマジックテープ式であるため装着が簡単である。また、 顎の部分にゴムチューブを巻いているため衝撃を緩和し、頭上部にも保護パッドをつけている。初期型はチューブが外れやすかったが、改良型はシールド部全周をゴムパッドで保護したものに改善されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。